藤明あかりは旅客機の機長、共感操縦士、旧ジャルエクスプレスに入社、2010年7月、日本国内で初めて旅客機の女性機長となる。副操縦士の期間を合わせると11年にわたり、飛行時間通算5500時間余りの実績を築いた。東方学園諸東部から東方女子中学校、高等学校を経て、 立教大学法学部卒業在日アメリカ軍横田基地の近くで育ち旅客機の操縦に興味を抱いて航空大学校への進学を希望したが出願規定にある身長の条件を満たさなかったことから受験を諦めたという大学卒業後は働きながら資金を準備してアメリカ合衆国のパイロット養成学校にて操縦免許を得ると帰国後は企業で勤務しながら 国内の操縦士免許を取得する。こうして大学卒業から7年が経つ頃、旧ジャルエクスプレスはパイロット採用方法を見直し、操縦士免許をすでに取った者にも入社試験を受けさせると発表。国内で初めてのチャンスにであり、藤井は試験に合格、訓練生として採用されるのは1999年である。 入社から間もなく副操縦士に昇進4月2005年頃から機長を目指して力を注ぐ。機長の認定審査の対象には、社内規定で飛行時間3000時間の達成が求められた。富士は入社からおよそ10年を費やすと、2010年7月2日、42歳で認定審査に合格。機長審査のフライトは、 強風の好天という悪条件のもと実施されたという。同年7月9日、大阪府池田市の大阪本社で藤明が機長の辞令を受けると、日本国内で初めて女性が旅客機の機長に就任したのである。藤は機長に就任後、600時間以上の飛行時間をこなして駅訓練で優秀な成績を上げると、教官資格取得訓練に合格し、 2015年8月47歳でパイロットを指導する共感操縦士に就任、国内航空会社に勤める女性に道を開いたので、ある。また唯一の旅客運航の女性基調であり、毎年3月3日には、グランドスタッフ、整備士、給油関連、操縦室を含む乗務員ほか、運行に関わる担当者をほぼ全員女性で、構成したひな祭りフライト便に、 必ず乗務してきた。ありがとうございます。